脳みそ探偵始まります。今回プレイするのはこちら Read Only Memories Neurodiver 2023年夏発売予定の ADV ゲームの体験版となっています。日本語を選択し早速スタート。ゲームスタイルはポイントクリック、古式ゆかしいアドベンチャー。主人公はしびれる紫肌のハマーサマカット、コードネーム ES88 ことルナちゃん。明日のニューロダイバー試験に挑むべくマニュアルを熟読して勉強中。そして机に転がっているカプセルの中キューキュー泣いているのがニューロダイバー君。有機生命体であり、これを使用するためには資格が必要。なんか想像してたニューロダイブよりだいぶ危なそうですね。何にせよ試験は明日。テレビを見たり遊んだりしている暇はない。誘惑を断ち切りマニュアル熟読に集中したまえ。ルナちゃんはあまり勉強が得意ではないようですね。そうは言っても読まないことには始まらない。どれどれ。ニューロ君は人工生命体、超能力者、いわゆるエスパーに近い能力を持ち、知的生命体と精神的にリンクし、ホストの記憶を読み取ることが可能。他者の記憶を読み取る装置がニューロ君で、その資格保有者がニューロダイバー使い。お手軽サイコメトラーってとこですね。こういうの大体機械を介して行うイメージですが、有機生命体を使うとは。喜怒哀楽の表現ができるニューロ君、キモカワペットかな。ニューロ君は記憶を読むだけではなく、対象が記憶障害を起こしている際の治療も可能。アルツハイマー、外傷、PTSD、何でもいけちまう完全記憶保管能力だ。ただし、エスパー能力の悪用で発生した記憶の改ざん治療は大変難しい、とのこと。む、人知らさん、いつの間に性転換を。超ふんぞり目線の彼女はデート、ルナちゃんの調子。学生かと思いきや、すでに働いてて会社で資格取得。ずいぶん、真面目な展開だな。すでに実地試験は突破しており、残るは筆記試験のみ。仕事の一環でダイバー免許を取るわけですが、それに手を挙げたルナちゃんなりの理由がある。優れたエスパーとして活躍したい。その理由は、みんなの笑顔のためでやる。情けは人のためならず、質の魔女もそう言うとったわ。よう言うた。それでこそミネルヴァ社の誇る一流ダイバー使いになる予定のルナちゃんや。人助けのために資格の勉強、大変よろしいと上司からお褒めの言葉。しかし会社も事前授業をしているわけではない。資格を取ってもらうということは、なんだこのビッグ獣面。獣が好きすぎて自ら獣になったのかな。人の性癖に不用意に触れるのは独特ではない。社会人にイロハを教えるゲイト、彼の名はクロー。動物的な種族というわけではなく、自身に動物 DNA を混ぜる手術をした人間、ハイブリッドと呼ばれる存在。無面のルナちゃんを専門家と紹介するゲイト、ちょっと無茶ぶりすぎんよ。免許試験前日に名乗りの人間で違法行為はまずいですよ。上司の言動に引きつった笑いを返すルナちゃん。ちょ、一旦止めてもらっていいですか。ネイトはさらに世界一のダイバー使いだと方言。他人事だと思って言いたい放題な上司だな。クローも話に乗って進めようとするので、一旦ネイトを引き連れて部屋の隅へ。ちょっとボス、明日試験の有望な社員を闇に引きずり込まないで。いわく、クローはゲイトの古い戦争仲間。神や悪魔を相手にプリプリ言わせてたのかな。何にせよ、筆記試験前の素人にやらせるべきではない。至極真っ当なお返事。しかしゲイトは取り合わない。クローは軍の機密を知る立場であり、余人に記憶は見せられない。なので信頼のおける、秘密を漏らさない人物、有望社員のルナちゃんに隠すほかない。クローもリスクは承知済み。あとゲイト、顔の人知れマークはおしゃれではなく、アンドロイドだったんすね。本当に殺人マシーンだったのか。二人の事情は分かりましたが、将来有望なルナちゃん側のリスクはどうなんだ。ここで起きることはここにいる3人しか知らない。誰も作れないから心配するなって、そういう問題か。早速出番がやってきたと意気込むニューロ君。八方塞がりなのだわ。こうしてルナちゃんは違法行為に手を染めてしまうのでした。みんなは上司にハラスメントされても断ろうね。さてさて、クローが取り戻したい記憶ですが、遡ること10年前、彼は戦争で数人の友を得ます。兵役の後、怪しい高額バイトを繰り返していた彼らは、ある時プサンで情報売買の仕事をチェキ。ところが仕事の前後を誰も明確に覚えておらず、報酬をクローが奪った。
仲間に全部やったと大喧嘩。クロウの口座には不自然な金の動きはなく、相手が嘘をついていると思っているようですが、いずれにせよ以来10年連絡も取っていない。そんな折、あの日の夜着ていたジャケットを発見。ジャケットのポッケを漁ると、見覚えのない謎のアイテムが。猫じゃらしかな？猫なら自分だけで間に合っている。本当は買いたいんだ。ルローと鋭い指摘。心を読むのはよせ、社会人のいろはの板。妙なおもちゃを開けると、中から出てきたのはデータチップ。おそらくあの日売ろうとしていた情報はこれ。ただ記憶の中のクロウはチップを売人に売り、報酬は仲間に渡した。しかし、売ったはずのチップが手元にあった。その祖母を解き明かすのが、今回の依頼というわけだ。しょうがねえな、ルナちゃんが一度解決してやっか。ダイブのやり方は至って簡単。対象の腕に入力をオニオンとセット。したらバイスパー能力者、つまりルナちゃんが精神をリンクして記憶時間に接触。では入力出動。想像以上にキモいぞ、入力。女性や子供には拒否されるのでは？このシーンだけ見ると、寄生虫に噛みつかれたケモ男にしか見えない。初めてのダイブなのに、いつもの掛け声頼むと、無茶ぶりを濃くゲイと。大げさに決めてみましたが、ちょっとずれてるかな。ニューロ君も困惑していらっしゃるよ。対戦よろしくお願いします。というわけで、10年前の記憶にダイブしたのだ。直近ならわかりますが、10年前なんて古い記憶。鮮明に思い出せるクロウがすごいのか、ニューロ君パワーなのか。会話の前にバーをチェキ。特に怪しい点はなさそう。ルナちゃんはダーツが苦手と。では仲間たちに話しかけてみましょう。まずは美人のロングヘア、スパロウ。クロウを見て驚く3人。それもそのはず、この日クロウはハイブリッド手術を終えた直後。今まで人間だった男が突然獣になって現れたら、そら驚きますわ。茶化すことなく受け入れるスパロウ。人間ができている。一方でホークはご機嫌なのね。巨大になったクロウにビビッとか。なんだとこの野郎、社会人のイロハでなってないな。昔の記憶に対して文句言わないで。っていうか勝手に横屋に入れないで。ニューロ君を返しているからなのか、記憶を見ている途中でも当人と会話できるのね。チンピラ呼ばわりしようとするホーク。はう、鏡に向かって自己紹介か。二人にたしなめられて浮かせた腰を戻す。ふっ、ケモとなったクロウにはどっちにしろ勝てんぜ。それより酒場に来たからには酒を飲まんと。何を注文したのか聞いてみる。アールが取り出したのは、南北統一をお祝いする新年特別カクテル。3、南北統一、万世。どうやらクロウたちがいるのは、ネオ韓国のようですね。スパロウ曰く、戦争が終わったばかり、人をコテンパンにましたか、和平で統一したか。まあ細かいことはあれなので、置いとくとして、新年を迎えて間もない時期なのは間違いない。ともあれ、先にバーにやってきた3人は、クロウに万世酒を4人分頼んでほしいと注文。今回の仕事についてはそれから話そうや、とのこと。なんだよもったいぶってよ。ママヤーロ、もらったチラシをチェキ。何の変哲もない、カクテル宣伝のチラシ。ふーむ。では注文のため、カウンターに。今のところ記憶に問題はなし。となると、やはり取引の前後で何かがあったか。移動の前に気になるポイントも見ていきましょう。まずは謎の客。足で蹴っているのは、クロウのジャケットから出てきた謎のおもちゃ。つまりこの客から手に入れたのかもしれない。ちょいと話を聞いてみましょう。客が言うにはおもちゃの名前はチェゲ。中国武術の訓練をルーツとする、韓国の蹴鞠だとか。これを蹴って飛ばし合い、先に落とした方の負け。シンプルだな。勝負というものはどんなジャンルも真剣があるのに、勝てる時には勝つべし。ご満悦の微笑みで、勝利のガッツポーズ。戦争上がりでさらに獣の反射神経を得たクロウ。そんじょそこらの一般ピープルには負けないぜ。カウンターに行っておごってもらおうとするも、3人から待ったがかかる。いつまでも遊んでないで、早うカクテル持ってきてと。ホークが冷やがってもどうでもいいですが、スパロウからおねだりされてはやぶさかでない。ただ酒は欲しいですが、待たせるのは良くないよと相手もないぽよ。代わりにチェギをもらうことになりました。わーい、チェギ。チェギには電話番号が書かれてありましたが、一体誰のものなのか、客は怪しく笑って退散。初対面の人と物おじせず喋れるなんてすごい。ルナちゃんはそう思ったのでした。
ゲットしたチェギは微妙に色が違いますね。これはポッケにあったチェギとは別物か。なるほどね。テレビのお祭り中継を見てネオサンフランシスコと比較。ルナちゃんの地元か、現在ミネルバ社があるのがシスコなのかな。何やらカウンターに謎の存在がいますね。マーテンにしてはちょっと大きすぎないか。もう一人の客はカクテルをガブガブ飲んで上機嫌。新年くらい多少はね。オーディオには疎いルナちゃん、古くてこついからきっとすごいに違いない。いい酒は見える場所に、安酒は棚の中に。ルナちゃんは酒が飲める年齢になったばかりなのか、酒の種類についてもあまり詳しくはない。なので一覧を見てもさっぱり。ソジュ、韓国焼酎のヨーグルト割りね。んじゃ、そろそろビッグバーテンに話しかけてみますか。これは実際の映像ではなく、失った記憶を脳が適当な映像で再現している状態。この状態を継承するには、失った記憶に関連する何かを接触させる必要あり。つまりこれから注文する万世樹のチラシをチェックしろというわけだ。まるでゲームみたいですね。それじゃあ行きますよ。めちゃ役立つじゃないですか。おそらくメガネのバーテンが全く印象に残っておらず、別の映像で保管したのでしょうが、いわく心を揺さぶるもの、好きなものが保管に使われることが多い。強い感情は記憶に留まりやすく、それが保管に使われるというわけだ。クロウはこう持たながら、可愛い猫や赤ちゃんが好き。ふん、ガップ、萌えか。ジェリバーテン、万世樹カクテル4つ。アンデスって？万世樹カクテルはお祝いの特別なお酒。邪剣を大声で万世って注文してくれよな。え、それは。しょうがないな。案の定大笑いされるクロウ。これが目当てで4杯頼んだのか。畜生、はめられたぜ。スパロウの頼みで抱き込まれていたバーテン、美人に言われたんじゃ仕方ねえな。支払いはすでにアウルが済ませていた。みんな下のにやってんだか。ママヤード、カクテル持って戻りましょ。ほーれ、万世言いながら飲むよろし。乾杯の温度はクローナ、下のコンベは韓国語の乾杯。脳みそ探偵というより韓国口座探偵じゃないか。スタローやクローはもともと国外からやってきた。戦争が終わり、バイトが済めば国へ帰る。フォークやアウルはどうなんでしょう。すっかり酔っ払っているフォーク、他の客の声で大笑い。その時、再び記憶に揺らぎが発生、新しく入ってきた客の映像が乱れる。新しい客が今回取引をする相手。話しかけようとするフォークを制し、状況を整理。チップはスパローの提案で持ってきたチェギの中に隠してある。まさかおもちゃの中にデータチップが隠されているとは、海の利薄程度では見抜けまいて。こうして手元には普通のチェギとチップ入りチェギが揃った。ふん、だんだんと話が分かってきましたよ、後藤さん。ほれこの通りと見せてくれるアウルですが、そんなことしたらバレちまうじゃんとフォークがチクリ。頭がいいやら悪いやら、何にせよこれを渡して金を受け取れば仕事は終了。その大役はクロウに任された。酒場にクロウが来るまでの2時間、3人はそれなりに酒を飲んでしまったらしく、何かがあった時とっさに対処できる自信がない。新年だからってちょっと羽を外しすぎじゃないか。はい、チェギ。逃走を防ぐためなのか、取引が始まったら3人は外に出るという。誰か1人ぐらい残ってないと、それこそ何かあったとき対処できないような。まあそれだけクロウが信頼されてるってことでしょうね。ふん、こんなバスへのぼったくり安だけど調子こくフォーク。しかし2時間で4杯ガブガブと飲んだろうとチクリ。2時間で4杯は飲んでなさすぎるのでは。ここで明かされる事実、実は過去にスパロウもハイブリッド手術を受けていた。見た目からはさっぱりわかりませんが、タコの DNA を組み込み透明になることができるカメレオンじゃないのね。クロウは猫科の何かだとは思いますが、どちらも実践向きの動物ですね。
対してアウルとホークは考え方が古く、努力で得た力以外は邪道だと否定的。とはいえ透明化能力はすこぶる役に立つため、最近は理解を示してくれている。周りがどう言おうと、自分で決心して行ったことなんだ。あれ、松の木とタコですかね。またもうんうん言い出すクロウ、自力で直すほかないようですね。ここで使うアイテムはチェギ1号、チェギ2号、君たちに決めた。これを見やがれバーカ。じゃーん、ほら見ろ。記憶の再現に成功。あれが取引の相手か。ちなみに先ほどの木とタコは昼飯の時にクロウが遭遇した光景。タコを取るのを手伝ってあげたのかと思いましたが、クロウの見た目にバビりまくった子供は反響乱。自力でタコを引っ張って取り、慌てて逃げ出していった。子供好きなクロウはショックだったのでしょう。それで強く印象に残っていたと。なんだこのモヒカン。それはそれとして、後ろのポスターをチェキ。2058年トラ年を祝うポスター。10年前なので、現在は2068年か。ヘイモヒ、金は用意してあんだろうね。こちらが言おうとしたことを先に口に出す男、ジョジョ2部のファンか。ニヤニヤと笑いながら話を進めるモヒカン。なんだか嫌な予感がしてきたが、別に仲良しになりたいわけじゃなし、さっさと取引を済ませちまおうぜ。ふふ、俺が怖いかと煽ってくるモヒカン。なんやこいつ。聞かれてもいないことを喋り出す。シャア、ファーストソルジャー流、興味ないね。男はクロウの言葉も意に介さず、話を続ける。エスパーとは、超能力者の総称。扱う能力や力量は、多岐にわたり、突然変異であるため、実態は未だ謎に包まれている。軍や大企業によりエスパーの研究が行われ、ついには人工的な能力開花に成功。その研究データこそが、クロウの手元にあるチップに記録された情報なのだ。私そうじゃない、取引だと言い直しますが、そうはなれないと男は笑う。男はエスパーなのだ。それも、思考を読み取り、記憶を改ざんするタイプの。男は続ける。チェギに隠されたチップがあれば、力をさらに強化できる。大金を払うことなく、いや、払ったと思い込ませることでも。なんてこった、これだぜ。しかし、10年後のクロウの手元にチップは残っている。つまり、モヒカンはチェギに隠してあるという情報だけを盗んだ結果、おもちゃのチェギを間違えて持ち去ったというわけだ。作詞作に溺れるとはこのことか。能力はチート級でしたが、爪が甘かったな。記憶を書き換える違法エスパーマンにびっくり仰天。しかし、不完全かつ不慣れだったため、記憶は継ぎはぎめいて残ってしまった。ニューロ君が混乱していらっしゃる。リンクを遮断して差し上げろ。もうめちゃドバドバ出てきますよ。無事現在に帰還。クロウの方は、少しぼーっとするだけで、特に問題なし。ふう、違法行為で摘発されることはなさそうでな。今回はゲートがリンクを緊急停止。今後は自力でどうにかできるようにならないとね。事件の真相、それはサンキック強盗。力に溺れたエスパー能力者が、おもちゃのチェギを盗み、架空の金で仲間割れを起こした。10年誰も気づかぬままだったのですから、未熟とはいえ、恐ろしいモヒカンだった。10年前なら、莫大な富を生んだ研究データ。ですが現在はニューロ君が免許制で使える時代。エスパーというものは、すでにありふれた能力となっている。つまり、物好きには売れるでしょうが、大した金額には、直樹です。まあ、このデータチップが世に出なかったことで、競合他社に出し抜かれることはなかった。ミネルヴァ社にとっては万々歳だとゲートが締めくくる。金にはなれなかったが、仲違いの理由は消えた。かつての友達にネタバラシをしてやろう。これにて無面ライバーの初依頼、達成です。ついでに他のメンバーで練習もすっか。クロウからお褒めの言葉をいただき、ご満悦ルナちゃん。実際にダイブを成功させたことで、筆記試験とか楽勝じゃね、と思い出す。筆記は全く別問題だと思いますが、言わなきゃバレへんか。ということで、ゲートに誘われるがまま、一杯やるため、町へと繰り出すのでした。ニューロダイバー体験版、これにて終了です。なかなか、いい雰囲気のゲームでしたね。古き良きポイントクリック ADV、あなたもウィッシュリストに入れて本編をチェキ。夏発売予定らしいので、気長に待つとしましょう。それでは短時間のご視聴、ありがとうございました。